はい、こんばんは、無声でございます。ちょっとね、日が明けてしまって、ちょっと遅いアップになってしまったんですけど、今日はですね、こちら朝のお話です。見えますかね。チャンネルのタイトルが水、食、衣、住、エネルギーっていうね、人に必要なものをこう並べてあるんですけど、その中で衣類、衣服の話ってあんまりしなかったかなと思うんですけど、でそこと、このまあ朝ですよね、ちょっと言い方を気をつけないとまた削除されちゃうんですけど、大朝、大アザ、まあ英語で言うとヘンプって言いますけどね。日本で古来こう衣服に使われていた繊維というと、まあ生糸、蚕から取れる生糸ですね。まあ生糸が有名で、明治維新以降はその生糸をね、紡いで海外に貿易として輸出品としてどんどんとこう海外に出してたっていうのはありますけど、普通の庶民はそんな生糸なんて高いものは着れないんですよね。で何を着てたかっていうと、この麻の繊維で作られた服を着ていたわけですよ。でまあこっちの右側の写真見てもらうと分かる通り、これ1年でこれぐらい成長しちゃいます。多分もうすぐかな、種まきの時期が来ると思うんですけど、それで秋口ぐらいかな、夏過ぎにはもうこれぐらいの大きさになって、すごい成長が早い植物なんですよね、大麻って。だから子どものこう成長を願うという意味も込めて、その麻の葉、これね、麻の葉文様の、着物とかデザインとかあると思うんですよね。鬼滅の刃、今も流行ってるのか、鬼滅の刃の禰豆子が着ていた着物がまさに麻の葉文様ですよね。お子さんの成長を願って、多分お父さんたちお母さんたちが着させてくれた着物だと思うんですけど、まあとにかくそういうふうに成長が早いということで、でこの写真のですね、上の方に、まあ、葉っぱがついてるんですけど、そこまでの間の長い茎の部分、これをですね、湯がいてお湯で、まあ、煮て、で確か叩いて、天日干ししてっていう形で、まあ、徐々にこう、繊維にしていくという形なんですけども、でだからほぼですね、確か麻農家、その繊維を取る麻に関しては葉っぱは使わないはずなんですよね、茎の部分だけ。だからあと、花の部分とか種とか、種はちょっと使うのかな、種はよいしょ、これに含まれています、七味唐辛子、これは入ってねえのかな、ものによっては入ってなかったりするんですけど、おのみのおってまさにこの麻っていう字ですよね。麻の実が入ってる、おのみが入ってる七味唐辛子、昔ながらのやつは入ってるんじゃないですかね。ただあれですよ、おのみ取り出して土に撒いてもこれ育ってきませんからね。ちゃんと火で炙って煎ってあるので、食べ物用として、煎ってあるので、おのみからまあ大麻を育てるっていうことは多分できないはずです。まあちょっと火入れが弱かったらもしかしたら芽が出ちゃうかもしれないんですけど、まあなかなかないとは思いますけどね。で
今ですね、大麻を育てるとか所持していると、捕まってしまいますよね。取締法違反ということで。で、なんでかっていうと、分かってる人は分かってると思うんです。この葉っぱの部分にですね、酩酊成分 THC っていうやつなんですけど、 THC が含まれてるんですよね。で、それを、なんだ、吸うと、こう、ふわーっと軽い気持ちになるのかな？らしいんですけど、どうなんですかね。今、ここね、普通に女性が立ってますけど、栃木県はその麻の一大産地なんですが、で、結構盛んに今でも栽培されています。盛んにって言ってもなかなかね、大麻を育てている農家さんってかなり減ってるらしいんですけど、実際に私行ってみたことがあります。で、囲いがないんですよ。これ。囲いがない状態で、こうやって、実際に車とか運転して、ふっと見るとこれが生えてるんです。見たことがない人にとってはあれ何の植物だろう。で、これが大麻だって気がつくと、こんなところで育ててるんだっていう感覚になると思います。なんでかっていうと、栃木県で育てている大麻の品種が栃木白っていうやつでして、これは葉っぱにですね、その酩酊成分、酔わせる成分が入ってないんですね。非常に安全な大麻になっております。っていうね、そういう、なんていうんですか、本当にこの茎を、繊維を取るための大麻が、開発されてるんですけども、他の都道府県ではこの栽培の許可がなかなか下りない。まず下りないです。で、これ、許可出すのは県知事なんですけど、県知事、都道府県知事かな、になるんですけど、いろいろな規制をしてね、それこそ壁があることとか、他のところからその大麻の畑に入れないこととか、いろんな条件をつけてなかなか栽培をさせません。で、その条件を満たしているにもかかわらず、その許可が下りないということもやっぱりあるみたいなんですよね。それはそれ、要するに知事が、私が許可しますっていうこうハンコを押すわけなんですけど、自分の名前でその許可を出したっていう、実績を残したくないっていうのがあるんだと思うんですよね。もしそれでこう何かあったら自分の責任になっちゃうんじゃないかっていうふうにね、考えてるんですけど、考えてのことだと思うんですけどね。で、これだから戦後作られた、品種改良してできてきた、品種なんですけど、その前ですよね。戦前はどうだったかっていうと、やっぱり 普通に葉っぱにね、酩酊成分があったらしいです。ただ、葉っぱは使わずにですね、そのままこう畑にまいて、耕して、肥料にしてしまってたということらしいです。で、なおかつその葉っぱの酩酊成分って、多分手からも吸収するんだと思うんですけど、要するに酔っ払った状態、そんなにハイになる感じではないらしいんですけど、酔っ払った状態になるので、朝酔いっていうふうに、大麻栽培の農家さんは言ってるそうなんですけど、で、朝酔いって邪魔なんですよ、農家にとっては。農家さんにとってはこのね、茎が取りたいだけなんです。だから朝酔いしちゃうと、その仕事に支障が来たすわけですよ。ね、酒飲みながらちょっと違うかな 酔っ払った状態で仕事なんてできないじゃないですか、普通。で、それと一緒で、酔っ払った状態でその大麻栽培、畑に出て作業するっていうことはしたくない。いや、本当は邪魔な存在なんですよね、葉っぱって。なんですけど、だからそのどっちかというと海外の風習ですよね。その葉っぱを吸うとか、タバコにするのかな、よく知らないですけど。で、なおかつね、栃木白なんていう品種は酔わせる成分もないのに、印象だけで
許可が下りないっていうことがありますよね。でこのあさってあんまし今出回ってないからちょっと分かりにくいところがあるかと思うんですけど、例えばあの麻の繊維が混ざったワイシャツとかって夏すごいいいんですよね。あのさらっとした感じで、要するにあの湿度を保たない、湿度を逃がしてくれる繊維なんですよね。綿だと、綿だとあの空気中の水分とか、あとは体から出てくる汗とかを吸って保持しちゃうじゃないですか。でそうするとそれがだんだん冷えてくるんですよね。夏でも例えばあの汗かいた状態でこう冷房がかかった室内に入るとすごい寒くなるっていうことは経験があると思うんですけど、この麻に関してはもう湿気をどんどんと逃がしてくれるので、そういうことがないんですよね。寒くなるっていうこともないし、カラッとした感じですごいやっぱり日本の気候に合っている。前食べ物に関してもその土地で採れたその旬のものを食べると体にいいですよっていうのを多分お話ししたと思うんですが、衣服もそうですよね。衣服の繊維もやっぱりその土地で採れるもので、服を作るとそこの服を作るとそこの気候に合った服になるっていうことだと思うんですよね。だからあのシルク、絹も結構ねサラッとした風合いだと思うんですよね。あれも確かそんなに水水分を保持しないはずなので、だからその食べ物の地産地消ももちろんどんどん進める必要があるんですが、この衣服のための繊維ですよね。繊維を作る植物もやっぱり地産地消でないとダメなんだろうな。あの着心地もそうですし、あるいは繊維の安全保障っていうのもおかしいですけどね。要するにその貿易、外から綿ってあんまり多分日本では栽培しにくいので海外から輸入してると思うんですけど、それがもし輸入が途絶えたらどうするか、着るものがなくなっちゃうわけですよ。着るものがなくなるっていうとね、死活問題ですよね。あの熊とかね、猫とか犬みたいに我々怪我がないわけですから、何かしら着ないと風邪ひいちゃうので、そうすると例えば綿の供給が断たれたとするとどうするんですかね。そこら中にある布をかき集めて洋服にするとかできんですかね。そこも分かんないですよね。それどころか今あれじゃないですか、服を作る工場ってほぼ国内にはないんじゃないですかね。だから食料自給率の方はよく問題として取り上げられると思うんですけど、その衣服の自給率もちゃんと考えないといけないんじゃないかなって思うんですけどね。だからこの麻にね、大麻に関しては日本各地で作れますので、栽培できますので、それこそもう雑草のように生えるらしいです。強い植物なんですよね。だからね、あの食べ物の、まあ、植物を育てるだけでなくて、野菜がまだ育たないような畑とかでもこの大麻って育つんで、だから例えば開墾してすぐに、野菜が育たない場合にはまずこの大麻を育てて、で、その秋には葉っぱをね、その畑に肥料としてまけるわけなので、でその翌春あたりから野菜を作り始めるとか、そういうような、土地の使い方ができるようになるはずなんですよね。だからそういった面で、農業、食べ物を作る農業と、あとこの繊維を取る農業、両方がこう活かせるような、土地をね 100% 活かせるような、作付けの栽培スケジュールができると思うんですけどね。だからここね、福島県、これから双葉町とか大熊町、今、
避難勧告が出ていて、畑とか田んぼが使えないようなところが結構多いんですけど、そこをね、また畑に戻していくときに、化学肥料とかではなくて、こういったような大麻をまず育てて、次に野菜を育てるとか、そういった栽培スケジュールができるといいなぁなんて思ってますけど、これはなかなかね、申請しても許可が下りないんじゃないかなとは思いますけどね。まあそういう作付けスケジュールがこう各地でできれば、もっとね、こう朝の衣服、シャツとかタオルとかで回るといいのかなって思いますけどね。はい、ということで、今日はですね、久しぶりに服の衣食住の衣ですねのお話、朝のお話をさせていただきました。以上、無声でした。ありがとうございました。